ベジャーから大砲を切り離せば強力な武器になる。いいのを見つけた。
回収しておいてくれ。生き残りを見てくる。これでいいだろう。ドラッカと兵士のところに戻ろう。料理人に渡そう。勢いをつけて滑空だ。
さか生き残れるとは。お前はよくやった。家に帰れるぞ。こいつのおかげだ。仲間を見捨てられないと言ったのはお前だ。ああ、心臓を矢尻の手に届けてくれるか頼んでばかりで悪いな。すぐに後を追う。任せろ。気をつけて。サンダー・ジョーの心臓があれば水が手に入る。ありがとうよ、アロエ。砂が刺さってくる。雷の矢玉が効くとは思わない。力と共に歩め。
栄光と力を。レッツ。約束が刺激してたトレバーたち。戻ったか。ドラッカはどこに？俺ならここだ、同志。帰りに荷物が増えたもんでな。心臓を持ってきたぞ、サンダージョーのもな。この砂漠の炎のおかげさ。ほら、俺たちの大勝利の証だ。まさに大勝利。指令も安堵されることだろう。それを急いでネッサの槍に届けろ。このために何人死んだかも指令に伝えとけ。カリウドよ、少し良いか。樹海でのことを耳にした。噂によるとそなたは弓と槍の他に千里眼を持っているそうだな。特に古の者たちに詳しいとか。まあそうかもな。まことなのか。そなたは我らの恩人。しかし一派の問題はドラッカが思うほど単純ではない。だがその千里眼があれば、もしかすると。何が問題なんだ。ここではネッサの槍に向かうのだ。そこで全て話そう。時間ができたら行くよ。頼むぞ。一派の運命がかかっているのだ。流れ物、テナークスと取引をしない？